代表、はい、お疲れ様です。あ、お疲れ様です。今日はアイロン持って何をするんですか？今日はアイロンで壁紙の汚れが、ちょっとどれくらい、このスチーム、スチームになるんですけど、はい、このスチームでどれだけ汚れが取れるのか、なんか頭では分かってるけど、ちょっとアイロンで落ちたらいいなって思いながら、これくらい汚れが落ちるかの検証動画でございます。汚れはこれですか？これでそれですね。あ、分かりました。じゃあよろしくお願いします。お願いします。濡れたタオルで、はい、濡れたタオルでジューッとして、で、ちゃんと、ここのなんかツーって下がったような、下がった、うん、これでゴシゴシ、洗剤が必要なのかな。うん、なんかさっき落ちる汚れもあったけど、どっちだと思います？意外とやっぱりアイロンはそんなに綺麗にいかねえもんだね。ここはやっぱり落ちないですかね。落ちないね。アイロンだけじゃ落ちないっていう汚れもあるってことだな。でもさっき一箇所落ちましたよね。一箇所落ちてましたね。そこのここだけ。ああ、そうですね。この一箇所もう肉眼では。肉眼ではほぼ分かんないですね。映像だと若干黒ずんでますけど、はいはい、このアイロンと落ちない場合は洗剤が必要だっていうことが分かりましたね。温めるとだいぶ汚れ落ちやすくなった感じはしますよね。あ、そうだね。温かいスチームをかけるとやっぱり汚れは取れやすい、取れてるところもあるので、っていう、取れないところは洗剤、取れるところは温めてるものでっていうことがやっぱ分かりましたね、改めて、はい、アイロン万能ですけど、ちょっとやっぱ洗剤の力も必要ということで、はい、はい、ですね。よければ高評価、チャンネル登録お願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。